これからお見せする映像はマスカスリーダー青い空が収録中気になった言動行動を取ったメンバーに収録後ダメ出しする姿の一部始終を捉えたドキュメンタリー映像である。今回リーダー青いのダメ出しを受けたのは三広、吉沢明穂、コナンの3人。帰る準備終わった？はい。まあ、いや、本当にね、言いたいことあるから、3人。今日の収録で、思ったんだけど。まずは、三広。お前さ、すっごい前から思ってんだけど、時々ずるい顔するよね。ね、うん、あ、ずるいです。うん、それ、それだよ。もうなんつう顔してんだよ。ずるい顔してないですけど。それがずるい顔だろうが。してないですけど、ずるい顔、うん。なんだよ、その目。普通に見ろよ、こっち。もう最初から思ってんだけど、私。もうなんでダンスレッスン来ねえの？一回も来てねえよな。なあ、高校9ヶ月やってて。そうなんですよ、来ない。踊りたいやつだけ踊ればいいでしょ。お前、みんな一生懸命やってんだよ、あれ。バカばっかだよ、踊ってんのは。行くわけねえだろ。バカバカ。新宿村スタジオ行くわけねえだろ。場所も分かってんだったら来いよ。ふざけんなよ。なあ。何用意してんだよそれよ。普通ですけど。何が普通なんだよ。普通の顔です。もう外せよそれ。顔です。というかダンスレッスン来いよ。一回も来てないのお前だけだよ。来てないです一回も。ね、来てないんだよこいつ。すげえ気になってんだよ。なんなん、ビデオ見ればいいと思ってだけでしょ。はい。私はビデオが大好き。外せよ。外したうちに入んねえんだよそんなのよ。外せもその置けよそこに。なあなあ、おい。チラチラしてんじゃねえよ。まあもういいや、めんどくせえ。次、吉沢。お前にも言いたこといっぱいあんだよね。意外に来るのなさそうに見えてさ、足すっごい溜まってんの。いや、私もさ、リーダーだからさ、みんなのことをね、知りたいの。すごい。で、知りたくてさ、話をみんなにするんだけど、お前だけ何考えてるかわかんないんだよね。なあ、聞いてんのか？なあ。すいません。いや、すいませんって本当に思ってんの？っていうかさ、今さ、ちなみに何考えてんの？ねえ。なんか答えろよ！おい！ちなみに何食ってんの？今まんじゅう食べました。食べたよな。食べました、まんじゅう。何食ってんの？じゃこっちはさ、話してんだわ。なあ、こっち見ろ、まず。なあ。チャートに食べました。おい。アッキーにさ、アッキーのことがさ、知りたくてさ、私話しかけたことがあったじゃない。うん、でさ、
あのもう休みの日何してんのとか言ってさ言った時はさちゃんと話をしてくれたりとかあったじゃん、うん、お前のさそのさ態度さおいてめえ何携帯触ってんだよしかも何音出してんの着信音を選ぼうと思ってお前が選んでんの今選んでんのかなあ携帯やる時間じゃねえだろ今おい食べろよふざけんなよ新曲です新曲ですいい歌ですよそんなん聞いてねえんだ中島美嘉なんですけど聞いてないんだ私これがいいと思ううるせえうるせえお前てめえのことお前もなんお前なんでこれいいの何やってんのもう帰れよお別に呼んでねえよ私お前に言うこと別にねえしなんでいいの、うん、なんなん、うんうん、あ、もういいや。まあ、こら。はい。去年さ、私、言ったじゃん。アドバイスしたことあるじゃん。言いましたね。覚えてるだろ？何のやつですか？いや、ゴリラキャラだよ。なんかさ、今日収録あったけどさ、一回も言ってなくね？ゴリラやってなくない？やってないんですよ。ゴリってないんですよ。なあ何やってんの？いっぱいあったじゃん。なんでやんないの？ちょっといや一回がさウホって言う時あったでしょ。ねタイミングとしてさウホ一度あったでしょ。ウホチャンスウホチャンスですか？あっただろ。あの意味がわからないんですよね、うん、じゃあお前ゴリラやる気あんのか？ゴリラやれっつったじゃん、うん、絶対いいって。絶対ゴリラですよ。ゴリラなんてどういう風にやったらいいんですか？ウホって言えばいいんだよ。胸叩いてさちょっとやってみウホって言いながらウホもっと割り切ってやれよちゃんとよ。はい、すいません。ちょっとやってみてください。ゴリラやってください。私はゴリラできない。見たやんな。うん、わかんないよね。いや、できないとちょっとおかしいでしょ。なんでなんでできないの関係なくね。別におかしいやろが。別におかしくないでしょ。じゃあお前がゴリラやれっつう話をしてんのに、なんでこっちに来てんだよ。なんなんだよ。はよやれゴリラ。おいゴリラ。ゴリラじゃねえよ。ゴリラ。お前がゴリラだろ。お前がゴリラやろ。お前がゴリラだよ。ゴリラ。お前ゴリラなんだろ。やりたいんだろ。ゴリラ。お前やれよ。ゴリラ。やれよ。ゴリラやれよ。お前がやれ。お前がやれゴリラ。お前がやれゴリラ。お前がやれゴリラ。もうそんなにゴリラ嫌なの？嫌に決まってるよボケ。お前さ何キャラがいいんだよ。何キャラをやりたくてやってんだよ。マスカットをよ、関西キャラとさ阪神だけ押してさ、その話がなくなったら何にも喋れねえじゃねえかよなあ。それだけで十分やらないけ。お前だってさキャラがないからさ作ってあげたんだよ、うん、だって別に俺さリーダーっていうさ場所があるからさ頑張って喋ってるけど
ダメ出しをする中、状況を全く把握せず、突然現れたのは本当に貧乏な安藤愛香。お疲れ様です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 。おい、おい、はい。ちょっと待って、ちょっと戻ってきて、お前さ、その服、はい、マジ？え？それ何？何か変ですか？それ何つう着方してんのそれ？何それ？スカート？あ、はい、これはスカートです。何それ？これは上がりすぎじゃね？ハイハイウエストです。は？ハイハイウエスト？はい。なんで？何が？ハイの上を行くハイハイウエストです。ふざけてんのか？何ですか？ふざけてんのかなあ。ふざけてない。お前さ、ちょ、本当にね、言うけど、それ本当上げすぎなので、まずなあ。でその本当パンツ見えそうじゃねえかって。はいはい、もうなあ。はい、もうはいってなんだよ。はい、なんなんだよ。はいはい、はいはいってなんだよ。もうなんでいきなり切れてんだよ。じゃあもうせよ。はい。せやちゃん。もうなんでそんなことになんだよ。なんなんだよ。ほら、せや。せや。せや。ていうかさ、またハイウエストすぎてさ、パンツ見えてんだよね、それ。おい、みひろ。みひろ。もう別にいいよ、そんなことしなくて、こいつ。うん。わざとやってっからさ。おい、みひろ。まあ、何ずるい顔してんだよ。まだその目してんのか。なぜつう顔でやってんだよ。ふざけんなよ。なあ、まあ、いつまでやってんだよ。いつまでそこで寝てんの。何やってんの。じゃあ帰るぞ。なあ、おい、おい、話終わってねえぞ。あいつ何前から、何だと思う。でもアッキーはさ、今何考えてんのねえ。ねえ、あー